祭りに来てみました。8年ぶりぐらいに来た。昔ね、コロナ前に1回来たことあるんだけどね。いやー、久々だね。結構人いるよね、これすごいね。いやー、これステージとかもあるのかね。結構賑やかだけど、バンド演奏やってるわ。バンド演奏、なんかトランペットとベースとドラムかな。これの音がずっと鳴ってたんだよ。ホワイトビーやってる。あんま映んないかな、明るすぎる。明るすぎてあんま映んないかな。逆光も逆光だね。ああいうステージってどうやったら出れるんだろうね。一応箕面市民なんだけどな、オファーかけてもらえないもんかね。こんだけ人いるとな、逆に知ってる人は合わなさそうだな、このレベルだと。あ、そんな長い時間入れないんだよね。今日この後もね、ちょっとズームでいろいろミーティングがあるから、まあ、ざっとどんなのがあるかだけ見て、気に入ったもんがあったら買おうかな。こっちの方お店すごいのかな。なんかすごい人だわ、すごい人。飲食店が多いのかな、こっちの方は。あ、声が入るか微妙なぐらいだね。今この声聞こえてないかもしれない動画の中で。輪投げとかあるよね。そういう系が結構あるのかな、ゲーム的なやつ。なんか昔はもっと公園も広かったような気がするんだけどな。まあ面積はそれは変わってないから、昔の方が広く感じたんだろうな。なんか手軽な食べ物ないかな。千円札しかないけど、フランクフルトとかありかな。結構並んでるかな、どうだろう。あんまり並んでたらね、時間なくなるからね。だったらちょっとぐるぐる回りたいんだよな。一応明日もね、箕面祭りあるらしいんだよな。明日はなんかパレードとかあって結構盛大な感じらしい。どうなんだろう、今日の方、まあ夜は今日の方が盛り上がってるのかな。明日は昼間がメインな感じがするから、まあ夜店とかは今日の方が多分盛り上がるよね、そりゃね。かき氷、カステラ、なんか変わった組み合わせだね。これはスーパーボールスコア。とりあえずぐるぐる回ってる感じだな。お化け屋敷もある。な、屋内でお化け屋敷やってるんだな。こんなのあったっけかな、昔。なんか昔中なんもなかった気がするんだけどな、思い違いかな。毎年やってんのかな。まあ子供たちは絶対ね、好きだろうね。ああいう意外と歩いてみると広い。2周ぐらいしたらもうなんか時間ちそう。多分昔の方がね、あの壮大だったと思うのよ。あのもっとね、道の方までなんか店出てたような気がする。8年ぐらい前は。そう考えるとちょっと小規模にはなったのかなっていう感じはするんだけど、まあ、それでもね、それでもなかなかのもんだよね。まあ今のところうまいこと知ってる人に合わずって感じだね。まあ単純に人が多いから、絶対数が多いからね、人の。確率としては会いにくいだろうね。
さ、すれ違っても気づかなそうだもん。あたりも暗いし。フランクフルトだけ食べたいな。並ぼうかな。唐揚げが多いね。たこ焼きじゃなくてイカ焼きがあるのが大阪っぽい。ミーティング前にな、ミーティング前にちょこっと食べたいからな、やっぱりちょっとフランクフルト並ぶか。いや、いいんです。普通いや、どっから並んでんのか全然わかんない。どっからどう並んでんの。フランクフルト買いました。店も多いな、すごいな。タコ船とかもありだな。タコ船じゃなくてタマ船だったわ。タコ船でもあるね。タコ船もらおうかな。あと多分5分10分ぐらいしかいられないから。ちなみに一人知ってる人見かけたけど気づかれなかったわ。さっき一瞬雨降ったからちょっと ぬんでるところもあるんだよね。そこだけ気をつけないと。なあ、たまりそう。タコ船手に入れましたよ。撮影しながらだとね、片手で手軽に行けるものがいいよね、やっぱり。あとタコ船はね、ゴミが出ないのがいいよね。ちょっと平和ゾーンだな、こっちの前。ミーティングあるから酒は飲めないんだよね。あんまり閑散なところ行くのもあれだしね。休憩してる人ばっかりいるとこ行ってもね。もうそろそろ帰らなきゃだったらちょっと。あと1個だけにしとく。たこ焼き買おうと思ったら10分並んでも全く進まなかったからもうやめた。ちょっともう帰らないとね、時間がやばいんでね。ちょっとミーティング行きましょうか。まあね、そうね、美濃祭り明日もあるんだけど、明日はちょっと来れるか分かんないんだけどね。まあ、これそうだったら顔出そうかなって感じかな。まあ、フランクフルトとタコ船食べれたから十分かな。さあ、2日目、なんとか短い時間だけでも入れるかなと思ってきたんだけど、市役所自体がすごいな。昨日あんなのあったっけか。市役所自体が盛り上がってる感じがするね。向こうもなんか練習してるし。あれだね、向かう道、会場に向かう道のお店とかも結構なんかお店出してたりするね、外に。なんかスーパーボール作りとか、あと普段外で売ってないようなお店とかも外でなんか店出してたりとかする。普段とやっぱりちょっと雰囲気が違う感じはするかな。昔のイメージに近いかな。やっぱり、まあ、昨日も言ったんだけど、昔はね、本当この道一帯なんか店が出てたような気がするから、多分今日がその日なのかな。すごい、美容室もなんかジュース売ってたりする。すごい。まだ昼間の方があれかな、全体的な人は少ないかな。子供連れが多いけどね、やっぱり。でも出てる店とか昨日と大体一緒な感じなのかな。デザートそういう流れもあるあれだね、昨日行けなかったっていうか、並んだけど食べれなかったやつとか行きたいところではあるね。あ、またちょっと時間見ながらなんだけど、めっちゃ余裕があるわけではないんだよね、今日も。昨日よりはまだゆとりあるんだけどね。でも明るいと分かりやすいね、やっぱり。昨日も暗かったから全然ね、どこに何があるのか分かんなかったけど。和太鼓用意されてるな。
和太鼓が用意されてるから多分太鼓のパフォーマンスとかはあるっぽいね。あとは昨日甘い系は何も食べてないよね。そういうのもありかなとは思う。すごいな、手打ちそばとかって。祭りで手打ちそばとかある。わ、くじ引きにカービィある。めっちゃでっかいカービィがいる。これ一等だから当たんないだろうな。不自由系はね、基本悪いんでね。宝くじもあんま変わんないようにしてるから。結局昨日と同じようなもの食べてるっていうところがね。結局は片手で食べやすいものを選んでしまう。正直ね、半分昼ご飯食べに来てる感覚だから基本たくさん持てないからね。1個食べてはゴミを捨てまた食べても繰り返し。階段の炭焼きハラミステーキ豪華だな。いくらするのか分かんねえや。こっちは焼き鳥はね、焼き鳥がなんかすごい普通の祭りに比べて多い気がする。なんか蒸しスープ、あ、蒸し型のスーパーボールか。本当に蒸しすくうのかと思った。アメンボとか昨日断念したたこ焼き屋行こうかな。今日はまだ10分以上並ぶぐらいの時間はある。ここなんですよ、断念したところ。今日こそ行きたいところだけど、こうも時間かかりそうだな。今焼いてんな。ここ線たこ焼き2つ入りって書いてあったから片手で持てないかなと思ったけど、折りたたみだったから意外とコンパクトだった。今日じゃまだ何も始まりそうにないね。意外と食べやすいと思ったら食べにくかったから、ちょっと一旦喧騒地帯から脱出。これはたませんなんか昨日今日せんべいばっかり食べてる気がするな。知ってる人がフライドポテト売ってたから買っちゃいました。フライドポテトはね、バター醤油が一番美味しいと僕は思ってるんだよね。だいぶ人も増えてきたかな。もうそろそろ2時ぐらいになるのかな。ちょっと外カーも回ってみましょうか。大分カラーであるか、大分カラーでは食べたいな。あと昼間でもお化け屋敷やってたわ。大分は大好きなんでね、思わずこれは買ってしまいますね。でもいい値段する。これで500円するからね。大分はね、鳥が美味しいんだよね。鳥天とかがね、結構美味しいんだよね、大分。ステージがダンスが始まったわ。あれだな、さすがに飲み物が欲しいだろう。とはいえ、この後の用事を考えると酒は飲めないから、ちょっとソフトドリンクをいただきたいところではある。ビンコーラとか売ってるから、神な店ないから。ラムネなら売ってるんだけどな。あ、それ自販機で買ってもいいんだけど、せっかくだからね、お店で買いたいところではあるんだけど、コーラもやっぱりあれかな、ペットボトルが多いな。かき氷でもいいかなと思ってきちゃった。まあ、ちなみにまたさっきも知り合いに会ったけど、お取り込み中だったから軽く挨拶だけしといた。ちょうどいいドリンクがなかなか見つかんないね。めっちゃ人増えてきた。俺もすごいな。2時からパレードみたいだから多分それ目指してくる人が多いのかな。絶対無理やっちゃうんや。とはいえ多分パレード始まったら逆にここ誰もいなくなるんだろう。
パレード始まる頃ぐらいにはもう出発しなきゃいけないから、ね、この後全く何の予定もなければ遠慮なくビール飲むとこなんだけどね、から唐揚げの後だから、ね、大分唐揚げとビールって最高だから、まあそれはまたの機会にしまして、とにかくソフトドリンクを探そうだ、魅力的なね。ラムネにしといた、そんなね、ラムネ飲むことないから、まあ、上出来でしょう。行ってる間に、もう2時になったんで、ちょっと出発しようかな。まあ、パレードもう始まってんのかな。意外と人いっぱいいるけどな。どうなんだ、2時からパレードのはずなんだけどね、ステージもなんか相変わらずやってる感じがするね。まあ、今年の美濃祭りは僕はこんな感じですね。なのでもう帰ってくる頃には多分終わってるから、まあまあ昼ご飯ついでだったけど、なんだかんだ満喫できたかなっていう感じで良かったです。ということでまた別の動画でお会いいたしましょう。